皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はジャガイモの植え付け、腐敗なし、マルチ焼けなし、驚愕の超浅植えのやり方をご紹介したいと思います。前回の動画で紹介した超浅、植えない植え付けなんですけどね、今回は超浅植えです。植えない植え付けが腐敗するとかね、高温でやられるとか、いろいろコメントいただきましたので、それを防ぐやり方でございます。もみ殻を用意します。なければ後ほど対処法をご紹介します。藁を用意します。藁なければ後ほど対処法をご紹介します。だいたい藁ももみ殻もね、家庭菜園でね、揃ってるというケースは少ないですからね。まあとりあえず用意したんで切り刻んでおきます。こんなやり方もあるよということでご紹介したいと思います。で、バーミキュライト、超浅植えの覆土はバーミキュライトを使います。切り口に草木灰は塗りません。草木灰っていうんですか、こんなじゃがいもシリカとかね、こういう資材がありますので、こういうのを使ってください。草木灰はね、肥料分がきつすぎるのでね、実ができずにつるつる言うたらおかしいな、茎ばっかりね伸びてっていうのがありますので、草木灰は使えません。じゃあ30センチの間隔で植えていきたいと思います。このマルチ、マルチ焼けしたとかね、腐ったとかのねコメントをいただいたので、ちょっとこの畝は別のことをやろうと思って用意してたんですけど、その対処法を紹介するために使います。植えない植え付けよりも少しだけ掘ります。だいたい5センチぐらい掘り下げます。まあ、気持ち掘り下げるっていう感覚ですね。だからその掘り下げる分だけちょっと手間がかかる。で、バーミキュライトを覆土していきます。バーミキュライトはプロ農家がパレット栽培やポット栽培に使う覆土資材です。その上にもみ殻をかぶせます。手元をアップで、これね、だいたいこれ植えない植え付け、ここにマルチをかけるんですけれども、それがマルチが直接当たって心配やっていう方、少しだけ掘り下げます。おすすめは逆さ植え、逆さ植えの方がね、丈夫な茎が育ちます。切り口を上に向けて植えてやります。じゃがいもシリカや草木灰以外の切り口保護剤、切ってすぐでもいいですし、乾燥してからでも使えます。切ってすぐなら、まぶして2、3日乾かせばいいわけですね。そのまま、何もつけずに乾燥させても何の問題もありません。切り方は1の動画で確認してください。概要欄にリンクを貼っておきます。バーミキュライトを覆土します。バーミキュライト、通気性確保と高温化防止、多湿化防止に、役立ちます。もみ殻をかぶせます。30センチ間隔で定植します。先ほどと同じですね。同じやり方で、このままだとマルチに当たるので掘ってあげる。まあ、マルチに当たってもね、ここらの地域では大丈夫なので、場所やね、環境によってだいぶ変わってくるもんですね。で、芋の表面と地表までは5センチ程度、第二関節くらいの深さで大丈夫です。コイラはね、こんな植えんでもね、ポンポンポンとね、芋をね、地表に置いとくだけでね、育つんですけれども、まあ地域によってその差は様々です。で、バーミキュライトを覆土します。地表の高さよりね、少し低いぐらい。じゃあ、ここには藁を置いときましょうか。藁をかぶせました。空間を作って通気性を確保します。
わらももみがらもないわいっていう場合、まあ大概そうですね。大概の家庭菜園はそんなものございません。どうするか、まあ先ほどと同じように掘り下げてから、ごめんなさい、ちょっと画面が欠けて、切り口保護剤をまぶします。で、次バーミキューライト、バーミキューライトをたっぷりかけて覆土します。これで OK です。これで大丈夫です。要はマルチに切り口が直接触れずに、通気性、高温化防止、高湿度化防止ができれば良いわけですね。まあわしんとこはね、前回の動画で楽々なんですけど、合わなかったりご心配の方は、少しだけ手間かかるこのやり方ね、これでもだいぶ手抜きしてますけどね。途中ですが、このやり方の実績を紹介したいと思います。写真でごめんなさい、こんな感じで少しだけ植え付けました。で、奥方様に収穫を手伝ってもらっています。たくさんできました。メイクイン、これはアンデスレッド、ほんで、これは男爵かね、ということで、じゃあ、作業の続きです。同じことを繰り返していきます。植え穴を作って少しだけ掘り下げてね、バーミキュライト、おお、あー、そっかそっか、切り口保護剤で、これを塗って、塗ってというかまぶして、で、バーミキュライト、で、もみ殻とかがあるのならもみ殻をかぶせてあげる。なければ元バーミキュライトを持って地表と同じ高さにしてあげる。ということで、バーミキュライトダイソーでも売ってました。100円でした。ひょっとしたらこっちの方がコスパがいいかも。でも品質は謎です。で、どん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 作業を進めて完成でございます。植え付け完了です。あ、じゃあこの完了をしたらですね、今度は肥料を、施してあげたいんですけれども、こういうね、じゃがいもの専用肥料があるので、これ使っていきましょう。株間に一握り、埋めずにポンと置くだけ。埋めないでくださいね、埋めない方がいいです。肥料分はじわっと浸透して追肥の必要がありません。じゃあ一列植え、こんな感じの畝になります。バーミキュライトは用意してくださいね。ポットやパレットの栽培の時の覆土に使えるので、これは必須です。もみ殻や藁がなくても大丈夫です。バーミキュライトさえあれば OK です。ではマルチをかぶせていきます。芽が伸びたらマルチを押し上げるので、そこを破ればいいのです。前回紹介した植えない植え付けが心配な方は、この超浅植えをぜひお試しください。収穫は同じく掘らなくていいので、むっちゃ楽です。想像以上に大きなジャガイモが育ちます。ということで、超浅植えのご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。